iPhone の着信音についてご相談があります。主人が Apple 製品が大好きで iPad5台、 MacBook 4台 Apple Watch 2台をその日の用途や気分で使い分けています。ところが問題があり、アカウントを連携させているので電話の着信があった時全て一斉になるのです。しかもデフォルトのテケテッ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 テンテンテッテッテンが家のあちらこちらから急になるので毎回びっくりして心臓に悪いです。かといって穏やかな着信音にして気づかないのも困るのでそのままにしています。お三方はどのような着信音にしていますか？心臓に悪くないヘルシーな着信音があったら教えてください。鳴るんだよね、あれね。iPad とかも鳴るんよな。もう携帯だけでいいんだけどね。そうだよな。設定したら変えられるんじゃないかな。いや、変えられると思うよね、あれってね、うん、変えられるはず。着信音、このデフォルトのらしいんだけど、うん、他になんかいいのあんのかね、うん、なんかさ、いろんな種類さ、あるよね。設定できるよな、あれってな。あるある。最近それがさ、デフォルトじゃなくなったよね。これがデフォルトになったの。そうね、これ一見優しいけどさ、怖くない？これ俺全然、これ一斉になるとね、全然嫌だから。怖い怖い、緊急事態、ね、全然怖いから、ね、この音ね、あんま好きじゃない俺。緊急っぽくない？確かに、うん、こっちの方がまだ好き俺。はいはいはい。これはそれいいじゃんでもこれは確かアラームな気がする。あ、そうなんだ、うん、デフォルトの。あ、これはタイマーだこれいいじゃん、これもう穏やかだよね、うんうん、宇宙っていうやつありますねまあ、でもあんまうるさくないね、うん、更新してる感じあるね、うん、せんちゃってやつがあるおお、かわいい、うん、まずまずだ。ちょっとだけ怖くない？なんかかわいいけど、やっぱアメリカの会社だからね。そっか、やっぱ感覚が違うんじゃないか洒落た音にしてくるんよな。波、これちょっとうるさそうだな、いっぱいなったら。意外と宇宙がいいかもこれがいいと思う。意外といいかもね。ちょっと恥ずかしいけどね。なんだこの結構普通の着信音って俺思うんだけど怖い、めっちゃ怖い。これ怖い、暗闇の中でこれ慣れ始めたらめっちゃ怖いんだけどめっちゃ怖い。あー、ちょっと怖いかな。ちょっと怖いね。やっぱ宇宙だな。宇宙です。うん、宇宙おすすめだね。宇宙で行きましょう俺あれなんだよな、ずっとマナーモードだからさ、聞いたことな、ならないよね、全然ならない、うん、でもちゃんと電話出るよね。出る。ここの触覚がすごい優れてる、うん、逃げてない。いや、常に俺ポケットに入れてるから、うん、太ももの触覚が発達した、多分、うん、でも俺も音がすごい苦手でびっくりしちゃうんだよね、やっぱ、はいはい、電話ですよね。あのインターホンとかもね、嫌だっていうもんね。そう、もう最小の音量にしてるし、朝とかなると耳塞ぐもん一回